第552条、定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。例えば、親から子に毎月生活費として10万円渡すことになったとします。これも贈与の一形態で、定期贈与と言います。この10万円を受け取る権利と義務は相続人には引き継がれません。なぜなら贈与者か受贈者のどちらかが亡くなった時に贈与契約は効力を失うからです。今回の解説は以上です。お疲れ様でした。